皆さんこんにちは。介護アドバイザー小山久子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私は現在高齢者施設で音楽レクリエーションを担当し、また介護されている方の気持ちの支援として介護アドバイザーとして働いております。この今高齢化社会において介護すること、介護されることは避けることのできないことになっております。でもその時間を嫌だな、介護されたくない、いや介護はしたくないと思うのではなく、そんな厄介者と介護を思うのではなくて、その時間を大切にして宝物と考えれるような、そんなヒントをお伝えしております。私自身は13年間実母のアルツハイマー型認知症の介護をいたしました。また膵臓がんの父を在宅で看取りました。その中において多くの喜びもあり、また多くの反省もあります。後悔はありませんけれども、こうすればよかったな、ああこう思えばよかったな、ということがたくさんあります。そんなことを皆さんにお伝えして、介護されること、介護することが皆さんにとっていい時間になるように、長生きしたことが申し訳なかったなと思うのではなくて、本当にいい贈り物をもらったな、ありがとうね、どういたしまして、ではお先に失礼するね、そんな会話を最後に交わすことができるような、そういう時間を持っていただけるようなアドバイスをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。